エンジンがかかりません。セルは回っているようですが、クランクが回っていません。スタータークラッチの問題でしょうか。スタータークラッチはこの部品です。フライホイールの奥にありますね。まずは分解して原因を確認する必要があります。ゼネレーターカバーキャップを外し、アイドルギアを取り外しました。今のところ何らかの異常は見受けられません。セルモーターもきちんと回りますね。ゼネレーターカバーを取り外し、アイドルギアをつけて手で回してみます。正常であればフライホイールが回るはずです。フライホイールが回っているのでスタータークラッチが機能しており、正常のようです。急にフライホイールが回らなくなりました。アイドルギアが滑っているような気がします。あ、ダメですね。ギアが滑っています。ざっくりですが、このアイドルギアはこんな構造みたいです。2つの歯車は完全につながってなく、ある程度の負荷がかかると滑って動力をカットする構造になっています。この部品の正確な名前はリミッターアイドルギアとなっており、動力伝達のリミッターとなっているようです。リミッターとしての機能があるとはいえ、人の手で回ってしまうのはまずいことじゃないでしょうか。このアイドルギアは KLX250 や KLX125 も同じものが使われています。ネットで不具合の情報があるかググってみたのですが、全く情報はありませんでした。ということはこの症状はたまたま私の車体だけ発生したのかもしれません。リミッターアイドルギアを交換しました。無事にエンジン始動ができました。スターターキラッチの不具合じゃなくて良かったと思いますが、意外とこのアイドルギアの価格が高くて痛い出費となりました。